の会議といっても、日頃のお嬢様の業務に比べればまだ安心して見ていられます。お嬢様を休ませるならボースから離れるのが一番いいかもしれません。晩餐会に出てすぐ帰るはずが、思わぬ長期滞在になってしまいましたわね。市長さんたちみんなでずっと話し合いしてたんでしょ？ええ、コリンズ学園長の提案で臨時王国会議が開かれていたんですの。クーデターの混乱もありますし、今回の事件が市民たちに及ぼす影響は決して小さくありませんわ。これから今まで以上に各地方の連携が必要になりますわね。はあ、メイベル市長もますます忙しくなっちゃいそうね。せめて今日くらいはくつろがせていただきますわ。これから散策がてら大聖堂へ礼拝に行こうと思っていますの。そういえば市長って初めて会った時に教会をサボってたわよね。ええ、ですからこういう時にまとめて、おい、大聖堂ですし、今までサボった分がチャラになりませんかしら。街の中を散歩してみましょう。そうだね、いろいろと回ってみようか。もし疲れたら東街区にある休憩所に行って。うん、そうしましょう。釣り具ってのは機能性と芸術性を兼ね備えた道具だと思うよ。釣りをしなくてもなんとなく欲しくなってしまうな。短い間にいろいろありすぎて生きた心地がせんわい。バレリア湖で釣りでもして気持ちを落ち着けようかのう。おやおや、エステルさんにヨシュアさん。今日は仕事はほとんど入っていませんよ。遠慮しないでゆっくりデートを楽しんできてください。デートってそんなんじゃないって。
もう少ししたらそう言われるのかもしれないけど。え？なんでもない。生誕祭の警備は王国軍が行ってくれていますし、みんな羽を伸ばしているはずです。それぞれ酒場や普段使うお店、あとホテルなどにいると思いますよ。そうだ、せっかくの生誕祭に無粋な話をするのもなんですが、ジェスター両兵団についてようやく情報が集まったんですよ。ジェスター両兵団？ロランス少尉が情報部に入る前に所属していた傭兵部隊のことですね。ええ、エレボニア周辺の自治州で主に活動していた部隊だそうです。イエガーと呼ばれるにふさわしい実力と実績を持っていたそうですが、半年ほど前、何の前触れもなく部隊ごと行方不明になったそうです。部隊ごと行方不明？それって戦争で負けたわけじゃなくて？いえ、その時期に彼らがどこかの地域で戦闘行為を行った形跡はないそうです。そんな状況で100人以上の集団が忽然と姿を消してしまったので、同業者も首をひねっているそうですよ。なんか不気味な話ね。時期的にはロランス少尉が情報部に入ったのと重なりますね。何か関係あるんでしょうか？そのあたりは目下調査中です。ひょっとしたら王国軍方面から情報が入ってくるかもしれませんね。そうそう、無粋ついでにもう一つ、結局エレボニアの皇族が生誕祭の式典に出席するという話はご破算になったそうです。例年通り帝国大使だけが式典に出席したみたいですね。ふーん、そうなんだ。そういえばその皇族ってクローゼの縁談相手だったっけ？うん、リュナン公爵の王位継承を確実にするために仕組まれた縁談だね。結局その縁談は女王陛下の意向で取りやめになったそうです。皇族訪問の中止はそのあたりが原因みたいですね。生誕祭の警備は王国軍が行ってくれていますし、みんな羽を伸ばしているはずです。それぞれ酒場や普段使うお店。
ューさんたち。グラッツさん、お前さんたちは本当によくやったぜ。それこそ準遊撃士とは思えないくらいにな。でもみんなで頑張ったからいい結果に結びついたんだよ。結局最後は父さんにも助けられちゃったし、まだまだってとこかな。お前たちは本当に大した奴らだよ。まあこれからも仕事で一緒になることがあるかもしれん。その時はよろしく頼むぜ。まあその時は。いや、今回の事件では本当によくやってくれたな。これまでの功績と合わせて二人とももう立派な声優劇士と言えるだろう。これに満足せず、さらなる上を目指してくれ。ありがとう。クルツさん、もう体の方は大丈夫なんですか？ああ、見ての通りピンピンしてるよ。悔しいことに、記憶を消した奴のことだけどうしても思い出せないがな。これまでの功績と合わせてこれに。よう、お前さんたちか。ジンさん。そういえばジンさんはこれからどうするの？やっぱ共和国に帰っちゃうわけ？いや、共和国で大きな事件が起きている様子もないし、ここにしばらく滞在するつもりだ。この国には若いが名打ての遊撃士が何人かいるからな。せっかくだからそいつらと手合わせしてから帰国しても遅くはあるまい。名打ての遊撃士？そうだな、まずはそこの銃剣のアガット、それから銀線のシェラザード、それにぜひお前さんたちとも戦ってみたいもんだぜ。なんだか照れるわね。でも望むところよ。その時はお手柔らかにお願いします。しばらくはここに滞在するつもりだ。せっかくだからいろいろなやつと手合わせ。武術大会か。確かに腕試しにはもってこいかもしれん。しかもあの不動のジンが出場していたとは。来年アガットも出てみたらどう？興味はあるが見せ物に出る気はねえ。たく素直じゃないな。武術た確かに。うWe'll be right back.
みっぷりね。今日は結構暑いからね。アイスクリーム屋が繁盛するのも当然かもしれない。見てるとなんだか無性に食べたくなるわね。あ、そういえばあの時の約束があったわね。約束？お城でメイド服着た時にヨシは拗ねてたじゃないの。あの時アイスクリームをおごってあげるって言ったでしょ。どうしてそんなくだらないことを覚えてるかな。僕はまたあの休憩所でお互いに約束したことだと思ったよ。あ、うん、まあそれもあるんだけどさ、さすがに昼間からだとなんか落ち着かないっていうか。うん？とにかく一回りしたら百貨店裏の休憩所で休みましょう。その時にアイスをおごってあげるから、それで OK？ OK？
私は普段こういうところで買い物はしないんだけどね。シェラザードとアネラスがどうしてもって言うから。あら、あんたたち。知らねえ、何してるの？たまには同僚とショッピングでも楽しもうと思って。なかなかこんな機会はないしね。そういえば小さい頃よくシェラ姉に買い物に連れてってもらったよね。そうね、先生が留守の時によく3人で出かけたわね。どう？ロレントに帰ったら久しぶりに付き合わない？声優劇士になったご褒美に服くらい買ってあげるわよ。ロレントに帰ったら声優劇アネラスさん。どうしちゃったの？まじまじと人の顔見て。今回初めて一緒にお仕事したわけだけど、君たちって本当にお互いよくカバーし合ってるよね。そりゃいつも一緒にいるから息は合うかな。それもあるんだけど、プライベートでも君たちはナイスカップルだと思うよ。え？照れない照れない。ああ、私もヨシア君みたいに素敵な彼が欲しいな。今回初めて一緒、君たちって。エステル様とヨシア様、先日は私の至らなさゆえに閣下がご面倒をおかけしました。そういえばデュナン公爵って今はどこでどうしてるの？ああ、閣下は陛下よりお叱りの言葉を賜りまして謹慎を命じられました。今はエルベリ宮の一室にて自制する日々を送っております。へえ、なるほどね。それでフィリップさんは今日はどうしてこちらに？実は閣下のお使いでこちらのドーナッツを購入しに参ったのです。本当に反省してるのかな。まあ相変わらずみたいだね。閣下は今は